クリームだよ、めっちゃクリーム。はい、どうも、添島マックスです。中国自動車道赤松パーキングエリアにありますデイリー山崎さんでですね、メロンパンフェアっていうのをやってました。ミルキークリーム&ホイップメロンパンという富士屋のミルキーさんとどうやらコラボした製品のようなんですけども、メロンパンの間にホイップクリームとミルキークリームが入ってるという甘々なクリーム好きにはたまらんものです。よいしょ、はい、買ってきたよ。ホイップクリーム好きにはたまらんね。最近ちょっと自分は甘党だったのかなみたいなことに気がつき出しましたけどね。でもなんかあんことかダメなんだけどね。クリーム大好きです。これ食べる。クリームだよ、めっちゃクリームです。食べてみよう。うわ、柔らかい、美味しい。クリームが柔らかいのと、このメロンパンのちょっとしたこのカリカリとした歯ごたえが非常にマッチして、甘くて美味しい、美味しい。まあ、めっちゃトロトロやね。クリームがふわふわです。うまい。このメロンパン美味しいです。あの、このカリッとした部分がすごく美味しい。うん、うまい。で、このクリームもね、なんかこう、ちょうどいい甘さですね。なんか甘々って感じじゃなくて、ホイップクリームらしい味です。うまい。美味しい。これいいわ。ああ、うまい。これクリーム好きにはたまらんね。結構クリームもたっぷり入ってますよ。メロンパン自体も美味しいね。うまい。ミルキークリーム&ホイップメロンパン。最高。最高でした。美味しい。これいい。